ろそろそろそろタリーのタイプでですね。で、もう一つ上のなんか作業をしたいという方にはこういった開閉して足を上げていくようなタイプも人気が出てきますね。あとはこちら新型のハイナなんですけども、今日はこの上の商品で前の新型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 がありますからね。4年の方のあれでも向こうにあるんですよ。これらのなんかちょっと値段の商品なので少し安いので、見比べていただきながらですね。普通のハンナと変わったところはこのハンドルの高さ、そしてエンジンですね。そうですね。これは高いの
近藤さん。日本ビアの姿です。ちょっとお話はい、後ろがスパイクローラーっていうかごにもやっぱりサイド性がただ、でも、
残っていたりとかで一部使いづらいところ若干ありましたけれども、今ご紹介しております CSC ナビであれば全て日本語表記になっておりますので、どなたでも使いやすいものとなっております。さあ本日はですね、皆さんに分かりやすいようにハンドルが一人で動いている様子ご覧いただいております。こちら位置情報をブラックを取り出して、トランカーが回っている時のようにハンドルが自分で動くように移動するものになっております。さあ位置情報がブラックを取り出して、トランカーの時点から2人で回っている時のように回っている時のように掃除もこうしやすいですし、中を見ていただいたら終了センサーと、あと水分を測るセンサーが中に入ってますので、はい、もう今グレンタンクの中にどれだけもみが入っているっていうのも画面上で確認ができるようになってます。
トラクター倒れの前以外にもですね、乾燥機、乾燥機、あと機械選別機、また玉ねぎ、ネギを使われている方向けにですね、玉ねぎの移植機、グラウンドのコンコン機、熱機、あと別に乾燥機、ご不明な点がございましたら、お気軽に。